はい、戸隠育ち農園です。今回は半身長部の回復実践編行ってから16週間経過の動画となります。いや、もう4ヶ月ですね、なります。ちょっとその間ずっと上げ続けさせていただきましたけれども、今回もですね、16週間経過してどのような状態になったのか、お届けしたいと思います。はい、それでは肺の1株目穴が3箇所の株ですね。どうでしょうか。前回とそんなに変わらないですかね。枯れが来ているところだけは枯れてきてる、黄色くなってきたりしてるかなと。それ以外は特に変わっていなさそうです。はい、続いて肺の2株目穴が3箇所の株です。はい、どうでしょうか。少しですね、黄化してきている葉っぱが、いくつか見受けられる状況でありますけれども、ただ成長点側は元気な感じはしてますね。カキ殻切開で行った1株目穴が2箇所の株です。どうでしょうか。そうですね、こちらも大きくは変わっていないかなというところですね。カキ殻切開で行った2株目穴が4箇所の株です。はい、どうでしょうか。そうですね、こちらも大きくは変わっていないかなというところです。米ぬかで行った1株目穴が4箇所の株です。どうでしょうか。そうですね、特に変わっていなさそうですね。米ぬかで行った2株目穴が2箇所の株です。はい、どうでしょうか。こちらの株がですね、前回も元気ではあったんですけれども、そうですね、大きく変わらず、元気な様子に、なっていそうですね。しっかりとした葉っぱがこれ出てきてますね。若干はありますけれども、結構旺盛な状態になってます。はい、肺で行った3株目穴が2箇所の株です。どうでしょうか。こちらもあまり大きくは変わっていないようです。はい、ということで、ナスの半身長部の回復実践編を行ってから16週間経過の様子となります。現状ですね、思うところとしては先週15週間経過と特に変わっていないかなというのが、正直なところです。ほぼ現状維持、むしろ第2波ほぼ乗り越えてきた半身長病の、第2波、8月の長雨、お盆のですね、長雨からのダメージが一旦こう抜けてきて、もちろん完治ではなくて、少し葉っぱにですね、黄斑というか、病斑ですね、黄色くなったりとか、病気っぽい感じ、枯れたりとかもあるんですけれども、あるなというだけで、今すぐにこう進んできているという感じではなさそうというのが、現状になりました。正直ですね、もう4ヶ月なりまして、ここまで、大丈夫とはですね、ちょっと思っていなかったというか、途中で絶対ダメになっちゃうかなと思っていたんですけれども、一時的に葉っぱも落ちたというところもありましたが、元気です。実もついてます。もちろんこれ病気にならなかったらですね、もっと、葉っぱもついていて、実もついて花も咲いて、収穫量も多かったと思うところなんですが、じゃあ今収穫全くできてないかというと、できてはいるというところで、
収穫量多分減ってるんですが、ただゼロにはなってない、むしろ枯れてはないので、ダメになってはいないので、まあ、意外といけちゃってるなという感じです。で、実はですね、これ半身長分回復実践編やった株だけでなくて、他の株も、白ナスは、大体どれも病気出てるんですけれども、結構無事なんですよね。で、普通のナス、まあ、水ナスとか、まあ、千両二号ナスとか長ナスとかがちょっと、やってみたんですけど、そこはあんまりうまくいってないですね。これは品種の差なのかどうなのかってとこですけど、実はそんな差があります。ひとまずですね、まあちょっと最後までどうなるかだけちょっと取っていきたいところなんですが、ひとまず第2波大丈夫だったかなというところです。はい、まあ、今回短いですけども、こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。